てっちゃんの歌、せーの。ママごと遊びの母さんたちはみんなてっちゃん大好きよ。てっちゃんてっちゃんかねてっちゃん、てっちゃんてっちゃんかねてっちゃん、ちくわとかまぼこちょうだいな、ちくわとかまぼこちょうだいな。へいへいまいっとありがとうさん。市電思ったよりちっちゃかった。市電ほう、ちっちゃい。あのね、もうちょっとしたら水前寺成就園だよ、あっち。あー、水前寺清子の名付け親だね。え、行ってみる。ダンディ、いいよ、行ってみる。行ってみる。うん、どうする。あ、いいよ、行ってみるか。行くか。安全地帯のマーク久しぶりに見たな。ここ自動車原付まっすぐだね。じゃあ違うとこから曲がるやんか。あー、こっち周りが好きってやつか。時計回りが好き。うーん。
なるほどね。あ、はいはいはい、これね、前、なんか着物買ったの、ここで買った、ここ、ここでね、なんかちゃんとした着物のあの人たちが来て、着物じゃなくて、なんか着物を広めましょうじゃないけど、ああ、無料で付けしてくれて、ここ一周着れた。なるほどね、うん、あの、ぽっこり出てるのは何あれ、山地元民が山って山山バカかあといっぱいおるじゃん、パパパパ、餌やらんでいいの、餌そこでかまってん、なんか前やってたじゃんキモとかっつってガッツキを、ああ最近餌はほら金魚買うようになったっけ、ああ、あれ天草だっけ、あれ天草、ああ天草四郎のところ、ああ、すんごいな、すごいね、すごいね、人慣れしてるよ、うん、餌くれるから安心なんだ、ああ綺麗だね、出水神社、泉これ九州あるあるらしいよ、なんで九州あるあるの、本土で普通、本土の人間が普通に読む漢字が九州では違うっていつも言われる、あ、これは読み方が違う、うん、いや、長寿のお水、神水、神の水って書いてある、あ、そうか、神さんか、一礼二拍手、違うよ、に、うん、あ、軽く一礼二拍手、うん、で、二拍手、うん、あ、俺もやるから、何何だったっけ、早く写していい、ぴゃん、ね、わけくしわからんことになってんじゃん、はい、わからんおかしいなと思った、軽く一礼が入るとリズムを崩すの、手洗わないよかった、あ、わかんない、ああ、大丈夫、うん、あ、金木犀じゃんこれ、あ、本当だ、あ、剪定してるね、ちゃんと、職人さんがやっぱ切るとよね、そりゃそうやろ、素人が切ったらおかしなことになるね、赤いのがいっぱい、あー見てる、コリー、うん、あ、2階線が向こうからこう向こうからあれするとこ、はい、歩いてくる、え、今これも通るのか、2階線の向こうから歩いてくる、今カメラマンがやってるあ、違うな、お互いにとって何が映せんだよ、これはこれで面白い絵面だな、前歩いてみて、あ、俺後ろから撮る、やだ、お、あ、いい感じだよ、あ、いい感じ、いい感じ、あ、
あやぼうさん、これは何て言うんですか？鳥。鳥。ちょっと教養が疑われるぞ。鳥。もうまたなんか書かれるぞこれ出したら。え、あやぶってバカな子なのって下打ちしよる国権力が。こちらの山はなんていうんですか？山？川？山！山バカじゃねえよ。うわ、右も左も畑。え、畑？田んぼ？畑。畑？田んぼ？畑？畑あ、ちょあれ見る？あれ見る？何あれ？誰？説明書いたんです。どういうことだ。うん、知ってるよ。そうだね。うん、書いてあったもん。おお。仲良し。ここから振ってたかと思って。うん。何ユーサイって。あ、なんかあれじゃない？ユーサイって呼ばれてたんじゃない？よくあるじゃん、そういうの。ユーサイ。ほら、幼苗とかさ、いろいろあるじゃん。ここも楽しそうやな。ここ、お昼、お弁当持ってきてもよかった。ああ、これ日陰になるじゃん、この木で。うん、ご自由に帰りくださいって。やめとくわ、今日は。ご自由に入りください。今日はいいよ。ご飯通り、桜感触が良い。ダメだよ、バカ。松ぼっくり。ああ、松ぼっくり。おお。何？いや。何？松ぼっくり。いや、だって今度なんか好き勝手に入った。好き勝手に入った。結構な暴言だぞ。あ、松ぼっくり。好き勝手に入った。もう勝手に落ちとる、こいつ。あ、まあ。あ、まあ、ちょっと落ちこいよ。あ、キノキノキノ。ほんとだ。めっちゃ。ほら。これ食べたくないね。ちょっと食ってみない。いや、絶対食べてこない。いやだよ。絶対腹壊すよ。俺匂い嗅いだだけでもうぐるぐるっていそう。クソの木。クソの木。カブトムシとかクワガタとか。ああ、そうだ。これ蜜塗って寄ってくるんだよ。ね。ああ、暑いな。え？ほんと？マジか。なんだ、俺なんか急に熱くなってきた。熱くしたの？熱くかな。大丈夫か。テンション上がってきたからか。いや、どっちだ？熱が上がったからテンション上がってきたんか、俺。今でも
直して。あ、浅い。あ、こっち？飲まない？うん、行きどこりっぽい。あー、ほんとや。今気づいた。ゆっくりするときがいいな。アメンボ？アメンボやね。でかいな、アメンボ。え、アメンボこんなもんだよ。最近見たことないよ、俺こんなでっかいアメンボ。岐阜にはいないよ、こんなでかい。でかいのか。あ、熊本特別でかいんじゃない？はあ。これも一周回ってきたわけか。そうそう。うちにするよ。あ？待って待って。あ？待ってだよ。いや、俺そこまでバカじゃないから大丈夫だよ。わあ、すごいほら。おぉ、長老たちが。おぉ、人面魚や。ナマズこれ。ナマズ金魚鯉やろ。あ、鯉か。鯉とフナじゃん。ナマズ。ナマズは違うやろ、いくらなんでも。これ。なんこれ。これがあれじゃん。せき止め。うん。あ、今せき止めてある感じが。うん。ここなんか洗ったりするんかな。洗いはせんよ。多分あのこれが満帆になったりした時に開けるんだよね。抜くの？うん。いや洗おうと思って抜いたらこいつらみんな死ぬよ。いやだけど一回ね。うん。ザーッと浮き網を。うおーって集めてから振ったと大丈夫か。なんで？なんで？え、うちの金魚洗う時もこうするの。あ、見て。こ、恋すくい、恋すくいみたいな。そう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 。